やばいね、裾野全部見えるぜ。富士山、こっちには大室山、あっちには龍ヶ岳。その下には本栖湖があります。そして南アルプス、赤石岳とか悪沢岳とか、ここが白根三山です。やばすごいです、ね、本栖湖と庄司湖と西湖は北でつながってるんだって。同じように上下しているって。おはようございます。今日は富士山の近くの紅葉台というところに来てます。見てください、もう完璧な絶景が後ろに広がってます。めっちゃ綺麗、はい、めっちゃ綺麗です。ここは紅葉台展望レストランというところの展望台です。ここまで車で来れて、1人300円払えばここまで登ることができます。もう最高の景色です。もう山登らなくていいかな、ね、もういいよね。富士山も見えるし、こっち行くと大室山とか樹海とか見えて、後ろには南アルプスも見えます。その後ろには富士山の外輪山があります。いやめっちゃいいところです。さあじゃあここから大和田山というところに登っていきたいと思います。じゃあレッツゴー。はい、ということで今から登山を開始したいと思います。はい、行ってきます。今いたのがここの展望台です。本当に最高でした。でここまでは車で来れます。車もたくさん止まってます。じゃあ行ってきます。足和田山は山梨県富士山の北側に位置する山梨百名山です。紅葉台からスタートし、三古台を経由して足和田山山頂を目指します。眼下には西湖、川口湖、また青木ヶ原樹海が広がっています。さらには富士山、富士山の外輪山、南アルプスを見渡すことができる景色が最高の山です。アップダウンは少なく、登山道がきれいに整備されているので、初心者にとてもおすすめなコースです。それではスタートです。まずは三古台というところを目指して進みます。ここから約15分ぐらいです。道はとても整備されてて歩きやすいです。ああ登山というよりのハイキングというか散歩みたいな感じで、すごい楽に進めてます。いいね、いいね。右手には富士山見ながら、左手には西湖を見ながら進めます。めっちゃいい場所です。後ろすごいよ、後ろすごいよ。アメイジング。下手くそ。三古台に到着しました。綺麗な台があります。そして三古というのは西湖、庄司湖、本栖湖、その三湖が見えるから三古台って言われてるみたいです。
さっきのとこより白根三山が近く見える。ほんとだ。おー、いい場所だね。すごい、いい場所、めっちゃいい。すごいね、綺麗だね、ここ。うん、新しそうだね。これが最古で、あれもトッコ。うん、トッコあそこよね。あ、ちょっと見えんじゃない？見える？ちょっと見える気がする。西湖と精進湖と本栖湖はもともとは小瀬の海という一つの湖だったんですけど、富士山の噴火によって三つに分かれてしまいました。今はこんな感じで下の方はなんかつながってそうです。出発してまだ15分しか歩いてないんですけど、写真撮影に1時間ぐらいと、あと今から昼ご飯です。進みます。誰もいないのが信じられない。うん、こんないいとこなのに。うん、なんでだろう。次はどこに向かいますか？足輪ダイムに行きます。こっから 4,50 分です。じゃあ行きましょう。足輪ダイム5個台まで 2.6 キロ、約50分です。三湖台からは本当ずっと歩きやすい道が続いてます。もうただひたすら歩くだけですね。ハイキングだね。ハイキングだね。アップダウンも少ないし、もうトレランとかには最高の場所ですね。超歩きやすい。あと20分ぐらいで足輪台山着くと思います。かな山頂、もうすぐだ。五個台到着です。展望台に登ります。ドーン、すげー、すごいね。いいね。そしてこっちには河口湖が見えるようになりました。だいぶ歩いてきましたね。足輪の山山頂到着です。楽でしたね。ささっと登れました。山梨百名山です。いい山だね。いい山だね。登りやすくてね。うん、
そこに展望台もあります。富士山もバッチリ見えます。ここが五湖台って呼ばれてるのかな。あそこに書いてある、あそこに書いてある、五湖台って呼ばれてます。休憩も終わったので、うん、今から帰ります。ささっと帰りたいと思います。1時間くらいで比べるかな。はい、そうですね、頑張りましょう。はい、無事帰ってきました。往復3時間ぐらいだね。うん、3時間かからないぐらい、あんなにゆっくりしててもね、写真撮りながらご飯食べながらゆっくりしても3時間でした。最高でした ね、すごいハイキングだったね。うん、登山っていうよりかはハイキングで、ゆっくり綺麗な道を散歩しながら、気持ちいい運動ができました。じゃあ今日はここまでです。バイバーイ。入れた。あ、終わっちゃった。よろしくお願いします。